ブーン。こんにちは、ミントです。名門フェラーリに移籍して今年で6年目を迎えたセバスチャン・ベッテルはこれまでにフェラーリで14勝を挙げてきましたが、タイトルにはあと一歩及ばず、2017年と2018年の2位が最高ランキングとなっています。そのベッテルは今年の開幕前にフェラーリからの離脱を表明し、さらにそれが電話一本で知らされたことが判明し、フェラーリとの関係悪化が浮き彫りとなったのです。その関係はもはや修復不能とも言われており、ベッテルは非常に苦しい立場でのシーズンを強いられています。今回はフェラーリのエースとなったルクレールとすでに離脱が決まったベッテルの様々なタイムを比較してみたいと思います。彼らには全く同じマシーンが与えられているのでしょうか。先日行われたポルトガルグランプリの予選でルクレールが4番手を獲得したのに対し、ベッテルは15番手で Q2 で敗退してしまいました。その予選後、ベッテルはこう語りました。ルクレールにはただ負けただけじゃなくて、彼のマシンはまるで別クラスのようだった。その後、フェラーリ代表のビノットは2人には全く同じマシンを与えていると即座にこれを否定しました。今年の第12戦ポルトガルグランプリ終了時点でルクレールの獲得ポイントは75ポイントでランキング4位と大健闘していますが、対するベッテルはわずか18ポイントしか獲得しておらず、ランキングは13位と完全にルクレールに遅れを取っているのです。ベッテルは14戦中にわずか2回しかリタイアしておらず、完走してもポイントを獲得できないレースが続いています。2019年の2人の獲得ポイントを比較すると、ルクレールが264ポイントで、ベッテルが240ポイントと、それほど大差がないことがわかります。確かに、ルクレールの異常なまでの速さは、目を見張るものがありますが、4度のチャンピオンのベッテルの速さも、相当なものがあります。では、今年のいくつかのグランプリでの、2人のタイムを見てみましょう。ポルトガルグランプリの決勝での最高速のスピードトラップでは、ルクレールが全体で16位となる 328.2km を記録しており、ベッテルは全体で17位の 327.3km となっています。セクター1のタイムは、ルクレールが全体8位、ベッテルが10位。セクター2は、ルクレールが全体9位、ベッテルが11位。セクター3は、ルクレールが全体5位、ベッテルが9位となっており、ベストタイムはルクレールが全体7位となる1分20秒408で、ベッテルは1分20秒731で全体10位となっています。これを見ると、全てにおいてルクレールがベッテルをわずかに上回っていることがわかります。しかし、今年のモンザの決勝でのタイムを比較すると、明らかな違いを見ることができます。最高速ではベッテルが 345.8km で 344.0km のルクレールを上回っていますが、セクター1でのスピードではルクレールが 333.6km でベッテルは 8km も遅い 325.9km、 セクター2ではルクレールが 332.5km、 ベッテルは 328.7km、セクター3では、ルクレールが 322.3km で全体5位だったのに対し、ベッテルはなんと 10km 以上も遅い 310.0km で全体19位だったのです。ベストタイムでは、ルクレールは全体19位の1分26秒026で、ベッテルは最下位の1分27秒107で1秒以上離されていました。では、ベッテルがチーム離脱が決まる前の昨年のモンザはどうだったのでしょうか。最高速はベッテルが全体1位の 359.78km で、ルクレールは全体16位の 341.1km と、ベッテルがなんと 18km もルクレールを上回っていました。セクター1ではベッテルは 329.8km、 ルクレールが 325.36km、セクター2では、
ベッテルが 346.1km で全体1位。ルクレールは 334.56km で全体12位。セクター3では、ルクレールが全体2位の 321.1km で、ベッテルは全体3位の 321.0km。ベストタイムでは、ベッテルが全体2位の1分22秒799で、ルクレールは全体4位の1分23秒009でした。決勝では、ルクレールが見事に優勝はしたものの、ベッテルは全体的にルクレールを圧倒していたと言えるのです。ベッテルはポルトガルグランプリの決勝後にこう語っています。今日は初めは苦労したけど、それ以降は実際にいいレースができたと思っている。しかし、もう一台のマシンは明らかに僕よりも速いね。どこでその差が出ているんだろうか。いつかは運が味方をして、いい結果を出すかもしれないが、もう一台のマシンは僕よりずっと楽にそれを成し遂げられると思う。このように、今年のベッテルは明らかにルクレールよりも遅いのです。これがマシンの差であればまだいいのですが、実力の差であったとするなら、ベッテルにとってはこの先がかなり厳しくなるかもしれません。おそらく、ベッテルは今年ルクレールに勝つことはないと思われます。マシンの差なのか、純粋な実力なのかがわかるのは来年かもしれませんね。個人的には、マシンに違いがあってほしいという気持ちがありますね。皆さんは、このタイムを見てどう感じますか？ベッテルには、まだまだ頑張ってもらいましょう。それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。